中野区野方に暮らす60代の女性が架空請求詐欺の被害に遭いました。今月17日、法務省管轄支局を語るハガキが女性宅に届きました。ハガキには契約不履行による民事訴訟裁判を開始しますなどと書かれていて、その内容を確認するため女性はハガキに書かれていた番号に電話しました。女性は電話相手に誘導され現金10万円を振り込み、さらに現金およそ200万円を指定された住所に郵送してしまいました。各警察署では詐欺被害に遭わない簡単な対策として留守番電話の利用を呼びかけています。電話の相手と直接やり取りする機会を減らし冷静に対応することができます。電話口でお金の話が出たら詐欺の可能性が非常に高いです。少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず必ず家族や警察に相談してください。